さあ、それでは早速お話をどんどん伺っていきたいと思いますが、まずはこの映画のコピーがあるんですが、こちらが大逆転に驚き笑えというコピーになっております。あの映画見ると皆さん本当にですね、いろんなところで驚かされたりとか、あともちろん笑ったり、そして、ね、涙があふれて感動もたくさん味わえる作品になってるんですが、きっと撮影現場もそうだったんじゃないかというふうに私も察しております。そこで皆さんに質問がございます。撮影現場で驚いたこと、または笑ってしまったこと、こちらをお聞かせください。ではまずは両監督から行こうと思いますので、犬堂監督お願いします。驚いた、あの萬斎さんの演技はもう本当に撮っててしょっちゅう驚かされたんですけど、それを言うとこれから見る人たちにちょっとシーンを説明しなきゃいけなくなってしまうので、ちょっとそれを置いといて見て実際に驚いていただければいいんですけど、あのこれあの水攻めのシーンがあるんですけど、映画の中 でそれを CG を使いたくないということで、ものすごい巨大なあの水をコンピューター制御で落とす装置っていうのを作って、それで水をこう撮影しなきゃいけなかったんですね。でそれで北海道のすごい大平原みたいな、まあ、その撮影した現場なんですけど、でそのものすごい巨大な装置を作って、その初めてその水を落とすからちょっとチェックするんでみんな見に行かなきゃみたいな時があったんですよ。でそれでみんなその装置に水をいっぱい溜めて流すっていう時に、その装置のみんな集まってきてたんですね。それでみんな一回も見たことないので見くびってて、その装置の凄さを意外とみんな普通に装置の凄さある程度でも普通に離れてたんですよ。離れていたんだけど、まあ実際にそれをやるってなったら、ものすごい水がその見てる人たちに向かって水がこう溢れてきて、でそれでそのみんなあのびしょびしょになったっていうのが一番本当に驚いて、あとその時のおかしかったのは、それをその担当している尾上さんっていうセカンドユニットのディレクターの人があの前に行ってて濡れてるっていう、全く自分がやってることの想像を超えてるっていうことがすごい面白かったですね。何を出される、あ、マイクさん本当にあの驚きばかりで、ここにいる皆さんのですね、あの存在感や演技というのは本当に驚かされたんですけども、まあ、それはあのこれから見る上でですね、すごい言いたいんですけど、言うと全部ネタバレになっちゃうんでごめんなさい、言えませんよ。それでですね、まあ、一番驚いたのは戦の後の場面でですね、まあ、戦があって 町というか村やそういう田畑がめちゃめちゃになってしまった時にですね、まあ、それを撮影しようとしているわけですよ。そういうめちゃめちゃにしてそれを撮影するんですけど、まあ、奥の方とかちゃんとめちゃめちゃにできてないんです、ね、時間がないんで、まあ、時間がないけど、まあ後で何とかしよう、まあ、僕もあのこの業界長いんで、後で何とかする方法って10種類ぐらい持ってるなんですけど、その時に犬堂さんがいなくてどうしたんだろうって振ってみたら、あのユンボってあのパワーショベルのでっかいやつに犬堂さんが乗ってあそこが壊れてないからとか言って乗ってって、厳密に言えば運転してるのはあの専門の人なんですよ。その人の横に箱乗りって言うんですか、ね、箱乗りみたいにな、この犬堂さんが箱乗りしてあそこを壊すぞとか言ってそのまま行って、そのパワーショベルでめちゃめちゃめちゃ全部壊していくっていう姿が僕は一番驚きました。I was really surprised with the performance of everyone, but I want you to see the film and be surprised yourself. So I will tell my story. 野村萬斎さんお願いします。そうですね。まあ驚いたことはお二人の監督がこんなに喜んでくださるとは思わなかったっていうことでしょうかね。カットが変わるたびに結構笑いが起こって喜んでくださるっていう、なんかまあ驚いたともおっしゃっていたので、驚かせててよかったのかなともちょっと思いますけれども、まあそれは不思議に面白かったですね。あともう一つ言ったのは、この監督の真似を、犬堂さんの真似を小市さんが、ぐっさんが樋口さんの真似をですね、ずっと休憩中やってたのは本当におかしかったですね。それだけご報告させていただきます。What was really surprising for me was that the two directors were always delighted with their performance. Every cut, after every cut, they were so delighted and I was very happy myself. この映画のロケ地は結構いろんな、全国いろんな場所に回って撮ったんですけど、北海道に建てたオープンセットが東京ドームの、あ、言おうと思ってましたね。
あーここまで言われてなかったと思ったのに。じゃあ半分言いますか。じゃあ言いますね。東京ドームの20個分の土地を使って本当のセットを建てて撮影したんですよね。うん。それが本当にアミューズメントパークみたいな感じで、まあそんな浮かれてていいのかっていう話なんですけど、まあ、本当にそれぐらいすごくて、このそのセットを見た時にこの映画の大きさを改めて実感しましたね。その迫力は多分このスクリーンで見てもらえると思います。What I was really surprised at was the open set that was built in Hokkaido. It was about the size of the 20 Tokyo Dome. And it was huge, like an amusement park. And Mr. Kamisha was supposed to say this. He wanted to say this. And so he's kind of sad right now. Anyway, so it showed how big the scale of this movie is. So please enjoy that scale. ところでセットをしたというお話が出てしまった上地さんが今きっと考えていらっしゃったことでしょう。では違う質答えでよろしくお願いします。一個一個あの毎日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 驚きばっかりだったんですけど、元をたどすと僕は初めてダブル監督の作品を させていただいたので、どういう現場になるかなと思ったらすごく本当に2人が仲良くて、こっちなのかなっていう思うぐらい本当にすごい2人がこう尊敬し合いながら寄り添い合って、であの現場でも僕がこうお芝居してる時にこうカメラアングルとかキャメラ の近くにいる時に、監督さんが常に遠藤さんと樋口さんが近くにいるんですけど、すごく近くで顔を見てで一個一個うなずきながら見てるのを見て、やっぱりこっちなんじゃないかっていうこともでもなんか3人で旅行した時もなんかそういう感じだったので、改めてあやっぱそうなんだと思って、違います。すごく仲良くです。あのモントリオール行った時もはい、すごく楽しくて本当にいいチームです。だからそういう2人の関係に僕は嫉妬しました。芦田愛菜さん行きましょうか。はい、あの私は農民の子の役なので、すごい濃いファンデーションを体中にずっと塗ってたんですけど、そのファンデーションを塗ってる時になんか自分の体がこう濃くなってきて、目だけギョロギョロってなってるのがを見ていくのがすごく楽しかったです。The most fun for me was that I play a farmer's girl, and so I had to put a lot of body make and make myself look tan, and it looked so different, so that was fun, watching myself change. でもね、演技見るとまた皆さんうるっときますから、ご期待いただきたいと思います。ありがとうございました。